クリさせましょうか。どうもテスニートのナオキングです。ガタインピアスの玉木。女のウエスは許せない匠の君。金曜ワインラも好きだ。あ、エッシュとカヨシです。変なお前。これネタにしていいっすか。いいっすか、ほんまに。よくあるよくある。さっきの奴隷にされたっすね。そう、奴隷にされて、今回は1時間でこの1000円をどっちが増やせるかっていう対決してもらいます。めっちゃ面白そう。あんま持ってへんやろ。絶対増やす。いいっすか。この1000円で何してもいいんで、1時間でどっちが増やせるか勝負です。何してもいいの。何してもいいの。ガンブラーやね、俺。何でもいい。こいつガチギャンブラーやな。そっか。そうやね。何で増やすの。多分インカジに入金する。1000円増やせるの。全然カジノで使ってもらっても、あかんかんかん、カジノあかんから、法律あかんから。成功式も OK だと思う。 OK でしょ。それはやばいね。それだけはプロやね。全然 OK。 はい、まあ俺ら多分貧乏だと思うんで。そうね、貧乏だ、もう金ない。貧乏に喋りたくないねんな。貧乏チャンネルな。あれさっきしてたら俺おかしいな。今回増やそうということで、もし負けたらさっきの奴隷やってもらいます。わー、これね。やばない。うわ、またなんか申し訳ないわ。いやいやいや、一回でも開けたら、やばいやばい。私も0円になったの。その時は全員の俺。仲良く飲みに行きましょう。ここで白黒はっきりさせとかな。マジで。そうやね。最近 A シーズンのファンこっちに流れてきてる。最初でもさ、ジャグラーとか行ってもたらさ、1000円1回で終わる。そう、終わり。そう、だからダモの道場ライブしたらマジでやるか。いや、やろう、あそこで。東横のとこ。東横行こうか。じゃあ、まず行きましょう。歌えんの。歌えるよ。あんま叶る。いや、叶る。俺、今日、もあんま思ってない。え、ちなみに何歳。24の代、23歳。はい、MPよしてない。お金な。じゃあ、はい。でも俺、これガチでリアルに作戦考えたな。普通に多分そのこの1000円を例えばじゃあパチンコ行きますでもアホやね。この1000円を例えばじゃあお茶買います。で、俺と M 君が一つずつ口つけます。はいはい。ファン見つけます。売ります。それ採用。真ん中らへん行く。真ん中直樹がさ、やってたじゃん。そうやな、結婚してくださいね。だから、真ん中らへん行こうか。そうやな。あ、来た。お前もそうやけど、なんか写真撮ってくださいって言われたら10円でも100円でも1円でもいいんで、くれないかって。1000円保持したまま、ちょっとずつ増やしていくっていうのもありやもんな。そうだね。あいつら1000円全部する可能性あるよ。でそれで俺らは最後、ジャグラーに回す。2000円ぐらい稼いで、それで。とりあえずダモのキャワイイを真ん中で言ってもらって、それで気づいた人に写真撮りませんか。どうなの。誰か気づいた。これつまらんか。一旦コンビニで何点かちょっとポケット入れさせてもらって。そうね、そうね。俺がもう詐欺しまくるから、ここでええこと思いついた。もっとええこと思いついた。中は大丈夫か。違う。とりあえず、いくら使った。116円使いました。残金880円。カメラマンさん、こっち来てください。すごいわ、なんか俺君のこと好き。もう正直ぶっちゃけ言っちゃうけどな。確かに。こっちおいで。いやいや、もう持たないでください。もうなんかね、俺正直言うよ、正直好き。これ一応水はその原価を言っちゃったら116円やったんやけども、オセロのことどう思う。
来たんですか。うん、あ、しょうもないブレーカー。しょうもないよな。え、AC さんどうも。まあまあもう正直でよ。今日初めてコラボしてお会いしたんで、うん、4人ともいい人で、うん、ぜひなんか AC のカメラマンやりたい。そうですよね。そうよね、すごい分かってるわやっぱ。セロのドレーさっき見たやん、1本目。どうやった、ちょっと気持ちよかったとかあるじゃん。めちゃめちゃ気持ちよかった。気持ちよかったやろ。いやー、うわやった。分かってるわ。もう一喜んでるわ。最高の企画考えてるやろう。この水いくらで買う。1000円。おい、まさかの撮影の件。今飲む水うまいっしょ。うまい。オセラどう思うね。ゴミ。え、シーズは最高。最高。ベチャラジョサカマデイ。ボンボン。アベチョンガナファキヤフェイス。ボンボン。な作戦なんか考えたろ。考えたよ。うん。何やろ。多分すいません、お金あげてくださいとか。うん。一緒にツイッター送ってもらおうか。うん。行きます。うん。それをやりたいな。うん。あの人たちいた方がいいじゃない。うん。なんか多分俺のファンのったかな、わからない。ほんまに。あ、じゃあちょっと行ってみよう。行ってみよう。うん。なんて言ったの？その。お前なんて言った？なんて言ったの？あの人は俺のこと知ってるから、うん、なんか何でもあのバカは5時間働いて、うん、後で役員投げます言われた。どういうこと？働いたら役員もらえる。なんでや？時給20円で。安すぎや。安すぎ。そうなの？うん、そう。OK。行こうぜ。行動がなんか、思ったのが、うん、若い子が多いから、うん、そもそもそんな金ないんじゃん。金ないよ。俺らでもあげる余裕ないから、俺らも金ないから。このまま帰る。いえ、ほんまに帰ってくれ。もうだって ACS の方取ったっすもんね。取ったやろな。もう ACS 側やな。行かないっすよ。帰るか。てか、なんで俺たち協力してんの。ほんまや。ガチ帰ろうや。本当に登録者数こっちの上やしな。そう。いるぞでも。来てるぞ。うわ、なんか来た。来ました。何？ユダレ。増えた。ユダレ行け行け。ユダレ行け。何やってんねんこの底辺 YouTuber。おい。おい。おい。ラインやだもん。大丈夫か。大丈夫か。無理すんね。いやもう。おい。俺が守る。怖いわあのグループ。うわしょうもないグループやな。こっちに来い。あいつしょうもない。お前これ本当やろ。ほらやめてくれもう。好感度上げに来てたから。好感度上げよ。何も稼いでんやろ。ちょっと調査しとく。いやでもワンチャン全然稼いでない。煽ってきてるから。あそうや。絶対そうや。俺らまだ1000あるもん。逆にもうすって何もやることなくてうろちょろしてるって可能性ある。あその可能性は。お帰ってきた。うわうわいいぞいいぞいいぞ。10円。あいついいよ10円。お、まだ生きよる、まだ生きよる。ダメだった。あかんかった。なんて言われた。お金持ってない。100円でもいい。10円持ってない。なんで。じゃあなんであなこいつ何もやってない。どうやったあれ。なんか良くないよな。まあ、ぶっちゃけどうやった今。ああいうのが面白いと思ってるんですか。ああそうよね。なるほどな。まあ正直俺もあれが本性なんちゃうかなって。あいつらをどれにしたらもっとおもろない。確かに。もう一回どれにしても蹴ったってんやん。いや俺はもうどれにしたらいいよ。せやな、ほんまに。おいくらで買う。一気に水1000円でしょ。うん、コーラ、うん、2000円。おお安いもん。だってさっきたくみさんから守ったもんな。あ、じゃあ、あげる。あ、俺の飲む、うん、プレゼント。いくらで買う。とりあえず1000円で買おう。お、あ、前払いです。1000円な。もうそうそう。あ、そっか。じゃあもうちょっといるし。うん。行こうか。もうお前 ACS のリーダーや今日から。お前も敵やからな、分かってるやろな、おい。おい。
大丈夫、大丈夫。お前守ったるよ、守ったるよ。俺、直樹さんの後輩なんですけど、ほんまに俺5年前からこいつしょうもなって思ってました。うわっ、やだなもっと言うことあるんじゃないか。もうもっとおい、玉木に何か言ったら、玉木に玉木はシンプルに一番おもんない。この遊んでる暇ある、稼がんと。いや俺らやばいね、今金。え、俺ら金やばいね。ガチ結構あるね。すごいぜ、負けるんじゃん。え、いいですか。いや、ありがとうございます、マジで。これもらったんやけど、飲んだらあげるって言われた。めっちゃ飲んだ。結果発表、どっちから行く？はい、じゃあ、そのせオセロさんの方から。じゃあ、行きます。はい、じゃあ、今から、はい、オセロ1000円からスタートする。もちろん1000。え？1000？ え？え？220円。マジかー。ガチ増えた、ガチで増えたからな、これは。え、どうやってやったんすか？お前ら、やらせしたやろ。やらせしたやろ。絶対やらせしてるやんか、もう。何やって写真撮影と、あと一緒に酒飲んで、うん、あと鬼殺しをもらった。もらった。これもう1万円分ぐらい。これ1万円か、1万1220円。パチンコ、パチンコとか行けへんかったんや。もう行ってへん、行ってへん。マジかよ。だって、そんなんちゃうもん。まあ、なじみだから、俺ら行かんよ。俺らなんてやらへん。コツ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 。やべへん、この企画。なんでの？怪しい顔。さすがに。怪しいで。怪しい顔や。ちょっと怖いな。絶対違うよ。もうやめてこや。なんかやりたくない。え、待って、どっちも嫌じゃない？奴隷とか。え、やめる？今ならやめるけど、もうこれでハッピーのエンディング撮ろう。うん、やるよに決まって。来いよ、来いよ、入れよ。小銭から発表して。小銭から。このモビは1000円とかになれへん。やるよ。1166円。こっちも1100。俺、いや、嘘や。おい、まず、その企画としてはこの1000円を使って増やしていこうみたいな感じ。そう何しても OK みたいな言うたんだよね。自分たちのポケットから一切お金出してダメ。もちろん、ね、それ、はい、全部クリアしております。イエーイ。なし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 どうしようみたいな。まあまあ、立ち食いかとか、まあいろいろ考えたし、写真撮影でお金取ろうかなとも考えたけど、はいはいはい、それって1000円使ってないなってまず思ったよ。そうよ。まずね。だからまずコンビニで100円の水を買いました。はい、どうしようこの100円の水を。買ってみひんか。提案した。誰に？あのカメラ。お前だ。カメラマンからお金もらった。いやでもそれはだから俺らがもう強制的に買わしてたらそれは文句言われる。当たり前や、当たり前や。どうやった？普通に ACS の水が欲しかった。ほら、やめてくれ。次コーラは2000円で売る。おい、同じ商売、勝負同じ商売。最高コーラ売ってたよ、お前。その後、お酒も気持ちよくて500円で買ってた。デートになるか。あ、5000円。5100。ありがとう。おかしいやろ。いや、ダメ。これはでも立派な商売やで。そうよ。俺らは。だから、あの、ほら。
見たことあるやん、ペン、このペン1枚で売ってくださいみたいな。あ、でもその感じよ。それはなぜこいつ、ね、感じよ。だって自分の、自分らの知名度使って写真撮ったやろ。そうや。でも10円やで、ね、1枚。まあそりゃそうやん。いやもう白倉もついてるし、もうしょうがない、どれせんでいいよ、いい、うん、え、うん、マジで楽しくこれ遊ぼうよ。いや、なるほどね。そういうことにしよう。じゃあそうしよう。居酒屋行く？あいつもカレー行こうや。ちょっと足りねえわ、足りねえわ、もうちょい行く。もうちょい、もうちょい、あと1万ぐらいで全員分、全員分勝つわけやん、もうもう1000でいい、もう頑張ったお前は。俺もうエイシーズのカメラマン、うん、あとでまたちょっとお願いするかもしれない。もう大丈夫、カメラマンやから。知られてるよ。じゃあ怒ってくれるっていうこと。そうよ、そうよ、まあ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 、まあまあ、そこはね、まあ余裕の違いですから。たまには絶対お前だけ。たまには分かるけど、たまにはやっぱりね、今日もキスキスせんとこうよ、うん、仲良くしようよ。喧嘩したかった、確かに、うん、しんどい、同盟やん、ね、まあ俺ら同盟やろ、ね、共に高め合ってこ、確かに、うん、じゃあよし、交換ナップ成功。チャンネル登録せんといて。ここは別に大丈夫。ここは分かんないですから。見た？この違い、この違い。この頑張って登録者を増やそうとしてるあたりね。お前だけ僕らに共感してくれた人だけ、ちょっと A 静岡チャンネル登録してください。よかった、本当に。よかったらでいいんで。もう全然、もう強制じゃないですか。お願いします。あ、落ちてもった。まあ、はしたかねや。あ、かけすぎて。審査員ダボスキー。カメラマン対決カメラマン対決。お前ふざけんな、誰がカメラマン。おーい、セイシーズとせーの、ほい、置いて、机に置いてタイムね。おーい、勝った、勝った、勝った。今のはもう見たな、見たばっかりやろ。どう考えてもこっちゃったな。セイシーズって演者でそのレベル。おーい、いいね。カメラマンに言われてんだ。なんか紐男に負ける気がするな。お、これは両方紐対決、イケメン対決や。さあ、イケメン担当やから、こっちも。 Ready Fight。 おー、なんでおー、まあまあまあ、1勝1敗。まあ最後かな、決勝戦、大将決勝ってくる。大将、大将、大将、やま、結構強い。いや俺スピード遅いな。ちなみにこれは解説するわ。 YouTube 伸びるスピードにも関わってきてます。よっ、どっちが勝つか先関係ないけど、うちの兄がオセロが勝つから。やろう、2人目オセロ VS A シーズ。レディーファイト。ナッチ。おい、いいよ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 、ザコでーす。オセロザコでーす。どこ出てたんか。おい、ちょっと待って、審査、審査。いや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 、なんかおかしい。ねえ、なんかおかしい。いやいやいや、ここ最後に。何やこれ、おい。今回の企画、就職面接してみた。おお、そしたらお名前からお願いしていいですか。あ、板谷直樹です。はい、通称直樹。ちなみに、どのくらい、こうやっぱ月収あるといいだと思う。まあ、月収まあ1億。今までなんか、うん、アルバイトとかは何かしたことは。あ、カルタ。あ、カルタのアルバイト。自己紹介ちょっとして。アデリー・ダマラ・ジャムズさん。営業しようと思ったら、下の時だけ聞いてもいいですか。なんで営業しようと思った。ああ、俺は、英語の理由は、俺は英語ペラペラだからござる。